疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日ははい1アンダーはいはい、明日が楽しみ、うん、簡単に言うとそういう一日でした。やはりね、コースとの相性もかなりいいと思うし、もちろんね、昨日も5アンダーまで行ってボギーボギーで、今日は3アンダーまで行って最後ボギーパーボギーと崩してしまったんですが、決して、悪い内容ではなく、やっぱりね、明日流れが来れば本当にあるのじゃないかなと、チャンスあるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり、そのためにはこの和合はですね、やっぱ春先の芝ということもありますので、こういう土のフェアウェイがフェアウェイが結構土が結構多いんで、そのショートゲームをですね、今からしっかり、練習して、明日もしくは明日以降につなげていきたいなというふうに思っています。なので、ポイントはショートゲームしっかり練習したいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。やっぱプレッシャーかかります、正直。やっぱり下が砂なので気持ち強く入ってしまう。ラフでも前に行くような打ち方を、きっちりクリーンに入れることも大事ですが、ミスはつきものなので、ラフでもこのようにこう出せても逆に前に行ってくれるようなそういう練習、そしてそういう打ち方を身につけた方が早いですね。うん、そう、そらそうですよ。怖いですよ、ダフるの。みんなそうです。ダフりたくないし、だけどこういう砂とかね、砂とかイメージで落ちてます。はい、もう一回いいですか。イメージ的にはこの辺の落とす、この辺落とすイメージ、うん、はい、この辺落とすイメージでも実際は当たるんですよ。おお。実際
帯は全部降ってます。こういうような練習方法を私たちもやってます。でそれをですね、このコースでできるかできないかは本当にメンタル勝負にもなってくると思うんで、メンタルはどう支えるのか、理屈が支えます。なのでなんでこういう風になるんだろうっていう 理論と理屈を考えて、でそれでメンタルを支えましょうというわけでアプローチ練習行ってきます。このバンカーの音を鳴らすためにこう、その音だけイメージしたら、みんなこうガーンって打つ、見てる。そうね。でスピンかけたかったらさらに戻る。まあ転がらんぐらいスピンか。これよこれ、これよこれよ。